1767年頃の肖像画初代、バンガー主尺、バーナード・ウォードは、アイルランド王国の政治家、貴族。アイルランド王国の裁判官、マイケル・ウォードとアン・キャサリナ・ハミルトンの息子として、1719年8月に生まれ、9月6日に洗礼を受けた。1745年から1770年まで、ダウン選挙区の代表としてアイルランド庶民院議員を務めた。 1761年にキリレ選挙区で、1768年にバンガー選挙区でも当選したが、二度ともダウン選挙区の代表として議員を務めることを選択した。1770年5月30日にアイルランド貴族であるダウン県におけるキャッスルウォードのバンガー団尺に除され、1771年3月11日にアイルランド貴族院議員に就任した。 1781年1月11日、アイルランド貴族である、ダウン県におけるキャッスルウォードのバンガー施に除された。1781年5月20日に、キャッスルウォードで死去、息子ニコラスが釈意を継承した。1747年12月、アンブライト、結婚、三男四条を設けた。ありがとうございます。